およそ6000人の SAO のプレイヤーたちは現実の世界へと帰ってくることができた。 I'm gonna turn off the volume real quick. 現実に戻ってからまず俺たちを待っていたのはリハビリの日々だった。低下してしまった筋力を元の生活ができるまで戻すのはかなりの苦労があった。それでも直接会いに行きたい仲間たちのことを思うとリハビリを頑張り続けることができた。退院して久しぶりに帰ってきた我が家は俺が現実に帰ってきたことを強く思わせるものだった。やっと帰ってきたと思う安堵感と、もう向こうの世界には行けないという虚無感が複雑に絡み合う。ソードアートオンライン、このゲームで死んだプレイヤーは現実でも命を落とすデスゲーム。このゲームを作った茅場明彦は凶悪な犯罪者として世の中の人たちの記憶に残るだろう。事件解決後に俺を訪ねてきた対策チームの人間から聞いた話では、茅場明彦は長野県の山荘で見つかったらしい。しかし見つかった時にはすでに死んでいた。ナーブギアに残されたログから自ら大脳に超高出力スキャニングを行い脳を焼き切って死んだとのことだ。しかし不思議なのは、茅場明彦が死んだとされる日にち、死亡推定時刻とゲームクリアをした日から逆算すると100層での戦いよりももっと前、75層で俺と戦った前後に、そうすると100層で戦ったあいつは本当に茅場本人だったのだろうか。茅場は別れ際に SAO の世界を自身の唯一の現実であると言っていた。もしかすると茅場はネットワーク上に自分自身を残す方法をすでに持っていて、あの SAO を作った茅場ならそれくらいのことはやってしまいそうな。アルベリヒ須郷信行は現在警察で取り調べを受けている。俺やアスナの証言と須郷や他国の人間とが接触した記録、これらの証拠から VRMMO 内での出来事としては異例の本格的な捜査が始まった。もちろん須郷はレクト社から席を外すこととなり、アスナとの結婚などという話もなくなった。しかし茅場が作ったこのゲームは本当にただのデスゲームだったのだろうか。茅場はコンピューターの中に現実とは違うもう一つの現実を作りたかったのではないだろうか。そうするとこのゲームの本当の遊び方はクリアすることではなかったのかもしれないと。茅場のやったことは到底許されることではない。それでも茅場の作った世界での出会いや別れ、仲間と共に過ごしたかけがえのない日々は、その大切な思い出の続きをこの現実でも作り続けていこう。さようなら。